三重は、東海旅客鉄道及び、伊勢鉄道が、名古屋駅飛ば駅間を、関西本線、伊勢鉄道伊勢線、紀勢本線、三宮線経由で運行している、快速列車である。三重県北部の主要都市を経由して、名古屋市と伊勢市、戸ば市を結んでいる。経路のうち、関西本線の名古屋駅、河原台駅間は電化されているが、伊勢鉄道伊勢線及び、紀勢本線、 三宮線は、非電化区間であるため、機動車によって運行されている。名古屋市と三重県の商業、観光の中心である、伊勢地域の間の都市間輸送は、明治時代に、関西本線、三宮線ルートが、先行を開通した。太平洋戦争後、近畿日本鉄道が、名古屋線、山田線、鳥羽線を通る、特急列車の運行を開始し、距離、頻発ダイヤ、 高速運転の面で優位となり、次第にこの地域の主要な交通手段となった。1973年に関西本線、規制線間の短絡ルートとなる伊勢線が開業した後もこの状態は続いていた。1987年の国鉄分割民営化で発足した JR 東海は新幹線接続の利点を生かし、JR と近鉄が並行する。 地域全体の乗車需要を喚起するために、快速、三重の運行を開始した。名古屋駅発8の20時台、伊勢市駅発7の19時台の時間帯において、上下とも概ね毎時1本の運行である。東海道新幹線、のぞみ、光との接続も図られている。なお、土曜、休日の多くの日には、名古屋駅7時台発の伊勢市駅、三重51号が運行される。 名古屋駅滝駅間では、特急、南紀と、ほぼ同一の停車駅である。三宮線内は、朝、日中の戸ば駅始発、終着列車は、伊勢市駅、二見ヶ浦駅、戸ば駅停車であるが、夕方、夜間の下り伊勢市駅や、上り飛ば発の列車では、三宮線内全線で、各駅に停車する列車及び、戸ば駅伊勢市駅間で、各駅に停車する列車があり、 普通列車の補完的役割も果たしている。2000年代以降は臨時列車として金曜日及び休日の前日の名古屋駅21時外発に三重91号が運転されることがあったが、2011年春季を最後に運行されていない。2013年夏期には神宮式年仙宮の実施に伴い三重93号と三重94号が運行され、このうち93号は 全席指定席とされた。同年秋には前期下に列車に変わり、キハ85系機動車による臨時休行、伊勢を一部グリーン席を含む全席指定席で運行していた。名古屋駅、区ワ名駅、四日市駅、鈴鹿駅、中瀬古駅、津駅、松阪駅、滝駅、伊勢市駅、二目ヶ浦駅、鳥羽駅、名古屋車両区に配置されている。 キハ75系機動車が1993年8月から使用されている。普通車のみで当初は2両編成で運行され、1号車の一部が指定席として設定されていた。2007年からは週末の朝夕に運行される列車を中心に4両編成で運行するようになり、2011年3月12日のダイヤ改正において申請された。 キハ25系機動車を竹戸予選運用に充当し、年出されたキハ75型を見え運用に充当することで、定期列車はすべて4両編成で運行されるようになったが、2014年12月1日以降は一部列車が2両編成に戻されている。定期列車の4両改以前でも、年末年始など初号で輸送、繁忙期などを中心に4両編成で運行される。 ことがあり、その場合は1号車全車を指定席にしていた。式年戦宮や F1 日本グランプリ対応の関係でごく稀に6両編成で運転することもあった。現在は、開1日本グランプリ時は基本4両編成で混雑緩和のため全車自由席としている。家ではワンマン運転を実施しないため、 通常は、キハ75系基本使用者の名古屋車両区所属の0.100番台か200.300番台が使用されているが、増結時には、三ノ・太田車両区所属のキハ75型が使用されることもある。なおミノ・太田車両区間内での運用とは異なり、三重が三両編成で運転されることはない。上り、三重の送り込みとして、 朝にキハ75型を使用した普通列車が、伊勢市滝戸場間で設定されている。見え運用時に指定席となる部分で、指定席、一部指定などの表記がされることがあるが、この普通列車は、全車自由席である。運行開始当初は、名古屋車両区で急行、乗り倉として運行されていた、キハ58系、キハ65型を改装した車両を使用していた。名古屋市伊勢市。 飛ばし間における JR と近鉄の競合設定当初、昼夜問わず2両編成の運用が基本で、うち1両の座席番号1番から6番までの約0.5両分が指定席であった。青春18切符、ジャパンレールパスなどの JR 全線乗り放題の特別企画乗車券では、経由する伊勢鉄道の運賃が別払いとなる。一方で JR 東海が発売している。 青空フリーパスでは2006年3月18日から伊勢鉄道もフリー区間に入ったことで別払いが不要になった2005年10月1日より4枚綴りの回数券快速三重特種4回数券が発売されている正規運賃と比較してもかなり割安になっているが使用期限が1ヶ月という制限がある券名には三重の名前が入っているが 快速三えと同じ経路の関西本線、伊勢鉄道伊勢線、帰省本線、三宮線の普通、区間快速、快速列車も使用可能なほか、別途特急券を購入することで、特急、何機も利用できる。なお、名古屋蕎麦間の営業キロは 200km を超えないので、普通乗車券であれば、名古屋駅を運賃計算の起点、または終点とする特定特殊内制度。 名古屋市内は適用されないが、この回数券については、名古屋市内が適用される。木五585101木波655003、快65速、三重木波655003木五585101、快58速、三重もと三宮線では、伊勢神宮が国家神道の下で聖地とされたことから、戦前より、速達列車や東京、名古屋、 大阪方面からの直通列車が多く設定されていた。しかし、戦後に近鉄が機関を統一して、伊勢中川駅での乗り換えを解消した上特急を頻繁に運行するようになると、日本国有鉄道は次第に優等列車を削減した。1966年3月に東海道新幹線連絡の目的で、岐阜駅。 名古屋駅と場駅間にキハ58系を使用した急行、伊子図の運行を開始したが、利用が伸びずわずか2年半で廃止された。1972年3月のダイヤ改正以降は、名古屋市と伊勢市を結ぶ優等列車は消滅し、主に普通列車だけが運行されるローカル線と化した。三重は運行開始当初、 高山本線の急行列車の特急格上げで余剰となった旧型急行用機動車の改装で運行開始したが、その後旧型機動車の出力向上による速度向上、さらには特急列車に危険する性能で居住性を改善した新型機動車の導入など積極策を相次いで推進し、近鉄特急、急行の利用が圧倒的な地域に対抗している。 ありがとうございます。